窓窓窓とは、最高、通風、眺望といった目的のために日常は、人の出入りに強さない開口部に設置される稼働型、もしくははめ込み型の建具。部屋や廊下などの建物の外壁部分や屋根などに、設けられる。近代化された建物では、ガラス戸などが取り付けられていることが多い。また、ステンドグラスなどの高度な装飾が施されることもある。 自動車や鉄道車両などの車体、航空機の機体などにも設けられる。なお、自動車の窓については、パワーウィンドウ、三角窓も参照。窓は、最高と通気を主な目的として設けられた壁面に施された開口部である。しかし、通路のような人が通れる形状ではなく、開口部は腰より高い位置に設けられることが多い。通路としての開口部には、 扉という構造が設けられるが、通路ではない壁の穴は、建具の有無に関わらず窓と呼ばれうる。しかし近代化され高度化した多くの建築では、窓にこれを開閉しうる建具を設置する様式が主流である。照明の乏しかった時代には、自然光を取り入れるために非常に重要な装置であった。また外気を取り入れ内部の空気を排出するための通気口としても重要である。 用途にもよって様々な窓が存在し、特定の目的に特化した窓や装飾された窓、所定の機能を追加された窓など様々な様式が存在する。景色を見るための窓悟りの窓と迷いの窓、原稿案なお窓には壁を通して風景を見るという機能がある。例えば茶室では窓に取り付けられた障子を開け放つことで窓枠に切り取られた風景を室内に与え、 その風情を楽しむことができる。こういった思想は、茶室だけに限らず、多くの庭園を持つ建築様式では、窓から見える庭園の風景に配慮して、庭の設計を行う傾向がある。特にこの、窓から見える景色に特化したものの一つとして、例えば中国の蘇州にある、古典庭園に見られる、老景という様式では、庭園内に壁をしつらえ、 透かし窓から風景を楽しむというものがある。窓を塞ぐものがない構造だと、開口部を通して外部から望まないものまでもが屋内に侵入してしまう。雨が降れば、雨水が、春先や夏場には昆虫を含む動物などが、秋には落ち葉が、冬には寒風が吹き込んだりするし、あるいは泥棒のような望まれない侵入者が入り込む。その対策として、窓に蓋をつける様式が、 一般的でガラスなどの投光惣菜が高価だった時代には木の蓋が取り付けられた。窓には突然の雨に対応できる曜日び差しをつけたり内藤し窓にすることで雨水の侵入を防いでいる。防犯上は格子などを取り付けたり開口部の小さい幅細窓や小窓にするといった対策が取られる。 人はアフリカの草原で発生したという説が有力で、当時は木や草を利用した簡単なシェルターで雨風をしのぎ、窓に相当するものは存在しなかったと考えられる。その後、道具や技術の発展で住居が発達し、窓が作られるようになった。石のブロックを積み上げたり、土を練って塗り固めた壁に開けられた穴は、当初は完全な穴だった。あとに、 開口の外側を狭く、内側を広くすることで厚い壁でも、いくらかでも多く再興をしようとした工夫が文化圏の別なく見られる。後に窓に窓枠をはめ、四角い窓に四角い板で蓋ができるようにしたものが登場したと考えられるが、これは文化圏にもよって、跳ね上げ式の蓋や観音開きの蓋、あるいは鎧戸のように複数の板を組み合わせ外気を、 通ースよを工夫されたものや、透かし窓が開いているもの、ガラスなど透明な素材を組み込んだものなど、多様化、後に金属加工技術の発達にも伴い、様々な様式が発達したと考えられる。ノートルダム大聖堂のバラ窓石やレンガによる礎石作り建築を発達させていったヨーロッパでは、窓の実現にアーチ構造が広く用いられる。 祖石造り建築物に開口部を取るには窓の幅よりやや長い石材や木材のまぐさを渡すという技術も用いられたが小さな部材同士の圧縮力で実現するアーチ構造により開口を保つ方式が広く定着するアーチを用いた窓は半円アーチランセット型直線アーチ三辺アーチなどと様々な形状へと発展し それに取り付けられる窓枠をも含めて、衣装的にも洗練されていく。ゴシック建築においては、ロマネスク建築の礼拝堂の薄暗さへの不満を解消する画期的な構造技術であるフライングバットレスが発明され、窓を格段に大きくすることに貢献した。それまで振動の壁を塞ぐように立っていた高い側楼は、その上部の機能を細いアーチに譲ったのである。 彩色の豊かなステンドグラスが発達したり、華麗なバラ窓が多く作られたりと、この頃、窓は大きな躍進を遂げた。伝統的な消華建築の窓。2階には漆喰を塗った虫かご窓。1階には大きさの異なる格子が用いられている。日本では縦穴式住居の時代には、天井部に最高用と肺炎用の開口部が見られたが、これには日差しが設けられ、 雨が吹き込まないようになっていた。その後日本家屋の技術が発達して、障子のような紙を使った最高用の窓が長らく利用されていたと考えられる。この障子は開け放つことで換気の用も足し、また梅雨など湿度が高い季節でも建物の広い開口部により、晴れ間には開放して換気しやすい様式が発達したと考えられる。 後の洋風建築が導入されるようになった文明開化当初から昭和中期頃までは、洋式の窓は窓枠やガラス板を支える枠組みは木製のものがほとんどだったが、工業の近代化にも伴って鉄の窓枠がさらにはアルミを中心とした金属製が多くなっている。さらに平成に入ると住宅のすべての窓に網戸が設置されるのが通例となってきている。 現代的な窓プライバシー対策としては、建築物の窓には、型ガラスやフィルムが用いられ、自動車の窓には、スモークフィルムなどが貼られる場合がある。ガラスは、強い衝撃を受けると割れてしまう素材でもあるため、防犯のために合成樹脂のフィルムを接着した、防犯ガラスや火災の熱による変形を抑えるために、金属線を挿入した、ラス入りガラスのような機能性ガラスも利用されている。 また、窓に取り付ける防犯製品も多く登場しており、窓の開閉や揺れを感知したら、スマートフォンに通知して、アラームが作動したり、スマートフォンから閉じまりされているかの確認ができると、いった IoT を活用した先進的な製品が登場している。近年では、地球温暖化などを背景に、省エネ目的で、照明代替としての最高機能を高めるため、 開口部の面積が大きくなる傾向がある。ここで開口部でロスしがちなエネルギーは断熱機能の高い服装ガラスやエコガラスでロスをセーブされエアコン負荷の少ない外的で明るい居住空間の形成がなされる。鎧戸が付けられた窓窓はその開閉方法により一家のように分類される。窓はその取り付け位置によって一家のように分類される。トップライト窓には 外部からの視線や日射を和らげるため室内側にカーテンやブラインドなどのインテリア部材が取り付けられることがある。ただしカーテンやブラインドは取り付け方によっては窓の開閉や通風の妨げとなることがある。ありがとうございます。